皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。おなじみの村井照美の歌い方講座の時間となりました。いよいよ5月下旬になります。こんなところで、そうですね、今回ご紹介するのは水木夏美さんね。この方もだいぶ大人っぽくなりましたけどね、デビュー当時から見てますけれども、この方の新曲で限界未練、作曲は宮下賢治さんがね、結構このね、水木夏美さんの方にも曲を提供しておりますけれども、作詞は数翼先生ですね。編曲は井戸の亮先生。ちょっとこう回転がちょっとね、またたび系との感じのこう回転が123回転ですから、ちょっとこう乗りよくするんですけど、結構これ見ますと、ロングトーンのところが結構ありますんで、伸ばし具合が短かったやつだとちょっと歌いづらくなりますから、そこのところちょっと慣れるしかないと思いますね。そんなところでね、限界未練、ちょっと今日はこの歌をレッスンしていきたいと思います。発売日は6月の8日発売になっておりますけどね、ちょっとこうまたたび系統のそんな感じの歌でございます。じゃあそれでは、標準キーでワンコーラスだけ歌っていきたいと思います。よろしくお願いします。
前の家がまた低い音になりますね。さあの音なんでしょうかね、この音がね。はい、じゃあここまでいきましょう。テンション上げて泣いて泣いて、約5拍伸ばします。でくれるな、くれは四分音だから区切りよく、くれるな、ここで4拍伸ばしますね。4拍伸ばして、じゃあ行きましょう。泣いてから泣いてくれるな、トントン、限界カモメよ、カモメですね。限界カモメ、ここが最も少しこう伸びやかに歌うところですね。弦ってのは弦って置き置いて、弦か弦か、これ約3拍伸ばします。かいかかが伸ばし、2拍伸ばしてかもで止めて、もめ、結構母音います、母音がありますね。もします。限界が限界か、このかのところ短くしないようにね、しっかり言います。限界かもめ、ここでどこでブレスするか一回ちょっと歌うの難しいんで、限界かのあたりで伸ばし終わってブレスした方がいいかもしれません。かも、もでも四分音ですから、ここに半拍開けますから、かを伸ばし終わるか、ものところでブレスした方がいいね。げんかいか、ここで息切りますね。かしてもう、もね、ここの中間を歯の伸ばし終わったあたりをちょっと釘ためないと、お尻まで伸ばすのが苦しいものがございますね。じゃあここまでいきましょう。頭から添えていきます。No.
難しいですね。憎い恋しい恋しい女の胸を、ね、じゃあ泣けば未練からいきましょう。スムージー君に練習してください。で次は最後、遠い海なりまたなぜまた揺するってね、ここも最後丁寧に締めましょう。小気味よく、遠い海なり、ここでまた4拍伸ばします。
り結構ブレスの保持が大変でございますんで、慣れまで、あと区切りよく歌うところもございますから、なんていうんですかね、ロングトーンとかちょっと短かったりしますとリズムにちょっと狂いやすくなりますんで、そこのところちょっと何度も練習してみてくだされば、要はリズムに最終的にはノリよく、テンポ123回転ですからね、そこノリよくこう歌ってくださればいいと思います。今日は非常に簡単ですけど、あまり細かくしてもかえって分かりづらくなりますんで、全体にこう大まかに教えた方が、いいかと思う。あと本人の歌をよく買って、またよく修正できるとかして修正してくださればよろしいかと思います。今日は簡単にございましたけど、6月8日発売、水木夏美さんの限界未練、ね、やっぱりこう情景を頭に浮かべながら歌うのも、まあ、もちろんそうでございます。そんな感じでまたうまく歌えるようにまた練習してみてください。以上でございます。ありがとうございました。